人間関係。人間関係を築く。職業選択。資格を取って職業選択の幅を広げる。人工知能。AI。 リアル。この VR はすごくリアルだ。個性。個性的な髪型。利点。私の家は駅から近いのが利点です。価値観。あなたの価値観を押し付けないで。睡眠不足。睡眠不足で悩む人が多い。花粉症。カーシェアリング。義務。上司には部下を育てる義務がある。食べ放題。食べ放題バイキング。木星。木星楽器。生中継。生中継でスポーツを見るのが好きです。事前授業。彼はその事前授業に10万円を寄付した。一体感。会場の一体感を感じる。
高速道路。信頼関係。信頼関係を築く。アクションを起こす。自分からアクションを起こして多くの人と話したい。ベテラン社員。叱る。消極的。最近の若者は仕事に消極的だ。高齢者。お年寄り。司会。進行役。国際宇宙ステーション。充実感。仕事は忙しいけど、充実しています。肯定的。肯定的な人は、まず他人の考えを受け入れてから、自分の意見を言います。謙虚。日本人は謙虚だとよく言われる。回転寿司。困難。困難を乗り越える。